モリソンホテルは1970年にリリースされたドアーズのアルバム。1969年3月のマイアミ事件以後、ステージから遠ざかっていた状況下で制作された本作は、前作よりもブルース色が濃く、自分たちの原点に立ち返った作品であると言える。アルバムの AB 面はそれぞれ、ハードロックカフェサイド、モリソンホテルサイドと名付けられている。ジャケット写真は、 ロサンゼルスのダウンタウンに実在する同名のホテルを借りて撮影された。モリソンホテルなお、1971年に設立されたアメリカのレストランチェーン、ハードロックカフェは本作にちなんで命名された。ロードハウスブルース、ロードハウスブルーズ4時4分太陽を待ちながら、ウェイティングフォーザン3時58分有名組、リアル、U。 メイクメリアル2時50分ピースフロック、ピースフロック2時52分ブルーサンデー、ブルーサンデー2時8分オーロカモのの船、シップオブフールズ3時6分ランドホー、ラントホー、4時8分ザスパイ、ザスパイ4時15分ハイウェイの女王、クイーンオブザハイウェイ2時47分、インディアンサマー、インディアンサマー2時33分マギーマギル、マギーマクギル4時24分。ありがとうございます。